大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ、というわけでやっております歴代三冠ヘビー級王者トーナメントシリーズということでね、本日もお届けしてまいります。まあ、前回の一応振り返ってみると、グレートムタが小島さとしにクリティカルで勝ち、そして、石川修司が怖い怖いと言ってた石川修司が、小島さとしに撃破されて、視聴者の皆様に思いっきり忖度をしながら、ホッとした日を過ごしましたが、本日は、天竜源一郎対太陽ケア、田上明対三沢光る、もうこれはね、どっちが勝っても、いや、でもどうやろ、太陽ケアがやっぱりな、勝っても、いや、わからんな。はい、というわけで本日もやっていきまーす。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイヤープロレスリングワールドの Steam 版、PC 版のコンピューター同士の対戦、いわゆるロジック対戦にあーだこーだと実況をつけて遊んでいる動画です。各ファイプロ団体ワールドマニアックレスラーズ、通称 WMW のオーナーである私、マスクド西岡が実況を務めさせていただきます。さあ、ということでですね、これが YouTube に上がるのが1月の16日日曜日ですかね。もう世の中的には正月気分は抜けてなんてなことになってると思いますが、この間ね、なんかちょっと嫁さんにも言ってたんですけどね、なんかあの最近あの正月気分自体がないんよなーっていう話をしてたんですよね。なんか正月気分が抜けるっていうのは正月気分になるから、正月気分になった人がそれをだんだん抜けてきたか抜けてないか、まだ正月気分やわーとかっていう話ですよね。だからそもそも正月気分になってない人間は、抜けるもクソもないという話ですよね。じゃあなんで正月気分にならないのかなと思ったら、まあ普通正月というのはですね、まあ普段仕事されている方が、ゆっくり、まあ、年を越す、休むということで、年越し、そして新年を迎えるということで、まあ休めるからっていうことなんですよね。ところがですね、あの私の場合、逆にお正月の方がたくさん動画を用意しないといけなかったりとか、親戚巡りをしないといけない、巡りって言わないか、親戚周りをしないといけないからドタバタするとかね、そう考えるとそっちの方が忙しいっていうようなことになるから、別に普段の方がゆっくりしてるなみたいなことになって、なんか正月気分ではないよなこれはみたいなことを思うからなんでしょうね。まあということで、年末年始は、実は忙しかったんですっていうことをちょっといいアピっておきたいというところでしょうかね。はい、というわけで皆さんは、まああまりお疲れの出ないようにということでね、まあせめてこの動画を見てちょっとでもこうね、ストレスが解消というか発散というかスッキリというかしていただけたらと思ってやっておりますので、またよろしくお願いします。さあ、というわけで本日のオープニング、まあ前座というか、なんかだんだんあれですね、これあの昔やってたダークマッチみたいな感じになってきたんですよね。前はあの昔ね、サムネじゃないや、あの YouTube とかに、まあ YouTube なんですけども、 YouTube とかとかじゃない、まああの何らかの形でこの動画がまあ上がって、そこに表示されてるのはサムネ、まああの今やったらなんか試合の途中みたいなやつが、まあサムネ画面ですよ。まあ今やったらもうサムネって分かりますよね、なんとなくね。まあ動画のその看板みたいなもんですよね。その看板の画面が上がってるのはいいんですけども、そこにまあカーソルなりなんかあの表示されてるのをなんかで触れると、動画の一部が出てしまって、その動画の一部に決着、試合の結末が見えてしまうのがちょっと冷めるんですよねっていう声を一時期いただいたことがあったので、じゃあそれを防ぐためにオープニングになんかなんていうんですか、ちょろっとだけ10分間1本勝負とかで試合をやって、でそこでなんか好きなことを喋って、でそのネタバレ
解消になるんじゃないかみたいなことをやってた時期がそういえばあったんですよね。まあ、ほとんどの試合が10分間だと、引き分けになって終わるとかいうことになってたんですけどね。だからそれをふと思い出しましたね。まあ、結局あんまりそれは定着せずに、結局はもうやめてしまいましたけどね。まあ、こっちはもう完全に普通に1試合をお届けするので、まあ、一応なんとなく僕の中でちょっと見たい試合というか、これを提供できたらちょっと皆さんおっと思ってくれるんじゃないかっていうのと、本編である、トーナメント三冠ヘビー級の元王者たち、元じゃないな、歴代三冠ヘビー級王者、じゃないレスラーたちが、ちょっと出番があった方が面白いかなと思ってやっていう効果もあるのでね、まあ、そういうお披露目的な効果もあっていいんじゃないかというようなことでやっております。あ、ちょうど10分経過ですね。試合はまだまだ続きますよ。でこのジャイアントバーナードとジャマールというのはごめんなさいね、先日でもないか、結構前にオールマッチメイクリクエストでカール・アンダーソン・ジャイアント・バーナード組、そして、太陽ケア・ジャマール組っていう、まあ、全日本プロレス対新日本プロレスの、名タッグ、外国人タッグ対決みたいなのが行われたんですよね。でその時にコメントをいただいてて、この2人の戦い、この2人じゃない、この4人の戦いはもっとまだまだ見たいですっていうようなコメントをいただいて、まあまあ、僕はそんなにめちゃめちゃ詳しくはないんですけども、この日本プロレス史におけるいわゆる外人レスラーっていうのにきっちりやっぱり爪痕を残していってる、今はもうね日本で活躍するレスラーはコロナ禍には誰もいない状態になっておりますが、まあ爪痕を十分残したからこういうことが起きてるんだろうなと。でそれがちょっと僕の頭の中にあって、まあ、どっかでそのこの4人が、まあ、また再び相まみえるのか何かのシリーズに出るのかっていうところで機会を狙ってるというようなことがあったんですよね。でそれで、まあ、手っ取り早くこのもう一回タッグマッチしてもいいなと思ってたんですけども、さっとって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 よーカウントリンティングですね。まあ太陽ケアは本編の方に出てるのでちょっと省いて、でカール・アンダーソンも、まあ、ちょっと省いてジャイアント・バーナードとジャマールで戦ってみようかということでマッチメイクされました。さあ試合の方に集中していきましょう。お互いパワーサッポが得意なんですけども、ジャマールの方は、飛び技があるということで、その辺がジャイアント・バーナードをうまく食っていくのか。さあどうだ、スラムで落としていく。しかしジャイアントバーナードは、パワーファイターでありながら飛び技も行うということでスタミナ切れになりやすい。ジャイアントバーナードは普通にスタミナが切れやすい。さあスタミナとの戦い、お互い対戦相手の戦いでもありますが自分自身との戦いでもあるということで、ジャイアントバーナードがぶっこ抜いて、さあどうだこれは、いやーカウント 2.9。 さすがお互い全日本プロレス、新日本プロレスで外国人レスラーとして爪痕を残した2人、その意地の戦い。さあハンマーからどうだ、バックは取り合いになるか、いや正面からここでトラスキックを決める。さあどうだ、一瞬の隙をついて、やカウント 2.9。 ジャイアントバーナードが粘る、バーナードも先頭を決めていく。さあ再びくるっと回して、さあプレスからバックを取るが、これはジャイアントバーナードがこれフロントキックを決めていく。さあバックからラリアット。さあジャイアントバーナードとしてはここで一気に攻めたいところですが、あーこれはバックフリップ決めた、サモアン、いわゆるサモアンドロップからどうだ、いやーカウント 2.9。 お互いの意地が決めさせない、うわー前座と思えないような好勝負になってきた。しかしこれはどうだ、さすがに決まったか、バーナードライバーか。さあここは紙一重の差というか力の差でジャイアントバーナードがジャマールから一
込んどったというかネジ伏せたというところでしょうかね、試合時間17分20秒、バーナードライバーからの背面式片指固めでジャイアントバーナードがジャマールから見事スリーカウントを奪った試合でした。いやジャマールの動きも悪くなかったんですけどね、この2人とも確か外人レスラーとしてその各々の団体新日本プロレス全日本プロレスで活躍はしたんですけども、シングルのベルトはジャマールが取ったんやったっけな、タッグのベルトがなんか取ってるけどもシングルの IWGP もしくは三冠ヘビー級は取ってなかったような気がするんですよね。ただまあでもこうやって、十分動ける仕事がちゃんとできる仕事がちゃんとできるレスラーとしてね、今回の本編である歴代三冠ヘビー級王者たちに挑む日が あってもおかしくないんじゃないかなということで一応ご紹介してマッチメイクしておきました。さあということでいよいよ1回戦の最後となります。本日2試合ねお届けしてまいりましょう。まずは天竜源一郎対太陽系の方に試合に行きましょう。はい、さあというわけでやってまいりましょう。本日の2試合目ですね、歴代三冠ヘビー級王者トーナメント1回戦の第7試合になります。天竜源一郎対太陽ケアの試合となりますけどね、これねこの間ねあの太陽ケアをエディットしてお披露目した時オールマッチメイクの時に何か言ったかどうか覚えてないんですけども、あの太陽ケアをエディットするためにまあ毎度のごとく YouTube で、試合動画を漁っているとですね天竜源一郎と戦ってる試合、まあ、そこにね横にテロップで太陽ケアの出世試合っていうのがまああったんですよね、時は2002年2月の24日だそうです。まあ一応ちょっと今日収録前に調べておいたんですけどね、だからどうだって2002年の全日本プロレスの景色が僕の頭には全く浮かばないのでこれを調べたところで何の役にも僕の中にはね立たないんですけど、でも、クレジオーディエンスの皆様視聴者の詳しい方であればあああの頃ねみたいなことがわかるんでしょうかね。まああのまあ結末を言うとその試合、まあ、史実に基づいて行われた試合は、天竜源一郎対太陽ケアのシングルマッチ、太陽ケアが勝つんですよね。まあ、天竜御用を果たしたということで、世間一般から世間一般じゃないかプロレスファンから全日本プロレスのファンから、太陽ケアは認められていく、ここからが出世街道まっしぐらみたいな感じの、きっかけとなる試合だったんですかね。まあ太陽ケアというレスラーに限らず、まあ、プロレスというものは、決着どちらが勝ちか負けるか勝敗ありきであったとしてもそれを楽しめるのがプロレスだというジャンルのものであってね、太陽ケアが勝つというストーリーが組まれているとしたとしてそれを見てるファンが、目の超えたファンたちが納得できるかどうか、これは天竜負けてもしょうがないわと思わせることができれば別に、どちらでもええというようなことになるんじゃないかなと僕は思うわけですよね。これがなんかそのシナリオありきで中身がすっからかんのような試合だったらやっぱりいやーなんやなこれはって言ってなるのがまあプロレスみたいなもんじゃないかということを一応言っておけば天竜が今日ここで負けてもまあそういう試合もありましたからねということで、もう最近なんか忖度しまくりやな視聴者にね、結果がどう出てももうドーンと構えときゃいいようなもんなんでしょうけどね、ついあかんなやっぱりな、やっぱりこの2人が並んでどっちが強いってなったらそれやっぱだって皆さん天竜ってね思うでしょうからね。だからまあその天竜が、負けたそのあの天竜がよりも太陽ケアが素晴らしい試合をして天竜越えを果たしたと言わせればまあこれもこのファイプロのリングの上でも別に OK ということなんでしょうね。はい、というわけで試合の方に集中していきましょう。1回戦ですのでお互い、何のハンデもなくバリバリどっちが強いかということですね。
ただまあ各ファイブの団体 WMW が新生になってから、この天竜源一郎が、水を得た魚のように、まあ決してそのタイトルに絡むとか、何か爪痕じゃないや、なんかこう、勲章を手にしてるわけじゃないんですけども、まあ視聴者の皆様にはおおむね好評というか、まあ天竜らしさが評価されてるんじゃないかなと私は勝手に分析しているんですけどもね。まあそれが私エディットする人間とするとやっぱり一番嬉しいのかな。ただまあそこに勝ち負け乗ってくるのっていうのはね、やっぱり大事なことであると思いますから、まあ、それも含めて、見てみたいと。あともう一つ、もうすでにツッコミというか思っておられる方がおられるかもしれませんが、この太陽ケアの顔パーツは、私今もまだ納得はしておりません、これが太陽ケアの顔と言われたらなんか坊主頭だけでスキンヘッドだけでなんとか乗り越えてるような気もします。あとコスチュームとかで、ね、顔だけ見るとちょっと太陽ケアとは言えないような感じもありますが、違う、なんか違うの分からん、この辺の僕のセンスがないんですよね。なんか違うような気がするんですけども、そのパーツを探すのがうまくまだできておりません、はい、ということです。まあ、それはもうごめんなさいと言っておきましょう。さあ間もなく試合時間10分ということで、お互いまだ一歩も引かないというようなところでしょうか。そうなると、まあ、もちろんいつものごとくフィニッシュパターンの有無というようなところでしょう。まあ、天竜源一郎としたら、やはり、天竜源一郎独特のフォームでお届けするパワーボム、あの腰がぐっと、ね、落ちる感じのへっぴり腰っぽいあのパワーボムがやっぱりちょっと期待されるというところ、あとは先ほどちらっと見せたテキサスクローバーホールドなどというところでしょうね。で太陽ケアは何やったっけ TKO34 ズかなんかフォースかなんかっていうあのオリジナルの技が、サンガヘビー級のベルトを取った時の、34代目王者やったからかなんかそんなじゃなかったっけ、なんかそんなんがあったりですよね、まあ、そういう一応なんかハワイアンネーミング、ハワイアンに関するネーミングの技が、太陽ケアの持ち味じゃないな、まあ、そういうキャラクターですよね。キャラクターというか、ああこういうのね、これがそうじゃなかったでしたっけ、これが対応 TKO なんとかですよね。おー、カウントリーデンキュー。さあ史実に基づいたように太陽ケアがダミに乗っていく試合となるのか、天竜源一郎がそれを阻むのか。あの時はちょっとわざと負けてあげたとは言わないけども、花を持たせたんだと、いうことなのか。さあここはもう忖度なしで戦って、もらいましょう。さあバックドロップからのカバーでカウントリーデンキュー。試合時間は13分経過。さあ早くもカウント 2.9 の状態まで来ましたが、こっからがこのトーナメントに出ている男たちの勝負というところでしょう。 2.9 なんてまだまだだと、こっからが本番。さあカウント2。さあそうなると太陽ケアは飛び技というより、ああフットサップいいですね、こういう技が天竜にはあまりないので、さあロープに振って、おー、いいですね。このね、あのね、飛びつき式の DDT、回り込み式か、ファイプロワールドで言うとね、これがね、太陽ケアね、ヘビー級ながら、身のこなしがすごくよくて、カウンターで決めたり、走り、ランニングでも決めれるんですけども、スイング DDT をうまーくこう決める。っていうあれのバランスの取り方はね、すごく、まあ、技を受ける側のレスラーの身体能力の高さみたいなのもあるんでしょうけども、あれはねすごく見てて綺麗ですよね。あれをなんかうまいこと表現できる技ないかなと思ったんですけど、ファイプロで技クラフトしたことがある方は分かると思うんですけどね、回転系の技って作るの難しいんですよねって言ってる間にカバーに行きました。カートニーティもう横道にはそれない、余談は禁止。さあ行こう、試合時間16分経過。さあ天竜がちょっと追い込まれたか、あーこれはどうだ、コブラクラッチからの、さあどうだ、天竜がちょっとなかなか起き上がれない。しかし天竜はまだあのパワーボムは見せていない、奥の手はまだ残している。大
太陽ケアに奥の手を見せてしまうのか、もしくは2回戦まで温存するのか。ラリアットからのカバー、カウント 2.9。 さあ余力は残っているのはどっちだ。視力を尽くしてどちらが2回戦に行くのか。これは太陽ケアがうまい。さあ太陽ケアはなんかギブアップ取る技あったっけな、なんかあったような気もするもんな。いやなかったっけな。さあこうなると天竜がラリアットカバーに行く。どうだ、いやカウント 2.9。 太陽ケアもそう簡単には3カウントは許さない。さあ太陽ケアが再びいやーボディープレスでいった。さあ天竜がちょっとスタミナ切れか、なんとか返した。しかし後が続かない。一本背負いで返しておいてバックを取れない、バックが取れない。さあまあ顔面蹴り上げていく。天竜がちょっとスタミナ切れ。さあ場外、天竜ここでスタミナを整える。この天竜の顔が私は大好きです。いかにも苦しそうな顔でさあ言ってるのにパワーボム、これを返される。さあ奥の手を繰り出したのが通用しないか。さあ太陽ケアがバックを取って、太陽ケア何やったっけな、コブラクラッチスープレックスとかあるんですよね。あーダメだ、びっくりした。あのコブラクラッチスープレックスが強烈なはず。さあタイヤー、その前に天竜が53歳を決める。さあパワーボムなしでも勝てるというところか。20分経過とともにカバーに行って、どうだ、いやーカウント 2.9。 やはり一発では決めさせてくれない。さあ太陽ケアクイックブレンバスターで倒しておいてからバックを取る。コブラクラッチスープレックスが決まる。天竜が頭から突き刺さる。さあこれはどうだ、いやしかし天竜さすが起き上がる。さあロープに振って、ああその飛びつき DDT。 さあ天竜これは頭部にかなりのダメージのはず。サッカーボールキック。さあバックを取って天竜これは耐える、ああ見せ蹴り。さあもうこうなったら天竜なりふり構っていられない状況になるか。延髄切りも出していく。さあ投げ稼い、これを勝った方がギブアップを取れるぐらいのダメージになってるような気がしますが、さあ太陽ケアどうする。さあ再びロープに走って、ああラリアットジャストミート。さあ再びうわー今度フロントキック躍動する。さあそしてあーこれはこれあるね、だっけこの技の名前いつも覚えられん。これも太陽ケア得意としてない。先生あーコブラクラッチ、コブラクラッチスープレックス。さあこれはどうだ、天竜ダメか、いやカウント2で返す。試合時間は23分経過。さあボディスラムが決まればこれで天竜は流れを変えることができるか。延髄を決めていく、これも天竜の得意技。さあここでああジャンピング DDT。 さあ天竜が完全にペースを取り戻した。テキサスクローバーホールド、これはどうだ、太陽ケアにとっては厳しい。いやー決まった、いやーこれは何でしょうね、王道プロレスをきっちりいった天竜が一枚上手だったというところですかね。試合時間23分52秒、テキサスクローバーホールドで天竜源一郎が太陽ケアからギブアップを奪った試合でした。いや太陽ケアの猛攻を天竜源一郎がきっちり受けて、それを上回るまあギブアップですけども勝ち、そして温存しましたね、パワーボムをね。やはりこれは次の対戦相手がどっちにしても四天王だという意識の表れでしょうかね。一歩先を見る天竜源一郎の方が、強かったというところでしょうかね。まあ、太陽ケアも決して悪くはなかったですからね。はい、また活躍を期待しましょう。さあというわけで次の試合は1回戦の第8試合、1回戦最後の試合となります。田上明対三沢光晴の試合の方にさあ行きましょうかね。さあ3冠ヘビー級王者トーナメント1回戦の最後、田上明対三沢光晴、行きましょう。試合開始です。はい、
さあというわけで、まあ先日行われた、まあ、正月企画 1.4、1.5 の方で、全てのタイトルをかけて戦うということで、そのメイン、トリを飾りました三沢光晴チャンピオンとしてローマン・レインズの挑戦を受けて、果敢に攻め込んだんですけども、あえなく最後は負けてしまったということで、王座陥落、あのアンドレ・ザ・ジャイアントからベルトを奪ったということだったんですけども、初防衛は失敗、初防衛は失敗でしたねということになりましたね。ただまあだから三沢光晴としてはこのトーナメントを勝ち上がったら、再びローマン・レインズと再戦することがチャンスが手に入るので、まあまあローマン・レインズがその時チャンピオンだったらという一応体ですけどね、ですから、そういう意味で言うとこの田上明をまずは超えないといけないというところですね。で対する田上明についてはこの架空パイプ団体 WNW の、この間の最近の動向で言うと、先日行われました塩フェッショナル佐々木健介スペシャルですね。そのそこで、井上雅夫のとのシングルマッチで、見事勝利ということで、田上明は年末タッグリーグで活躍できないお荷物だったのかということが、いやそうじゃないですよということが、まあ一応ね井上雅夫相手ですけども証明されたということですから、決してまだまだ田上明の目は死んでないというところですね。さあそういうわけでお互い一度はこうどん底を味わっているような、どん底でもないか、まあということが再び浮上できることができるかということですね。まあ田上明も決して弱いわけじゃなく、まあ田上火山爆発なるかというところで、ちょっと通常のレスラーよりもこうなんていうんですかね、乗れば勝てるけども、ダメな時はもうさっぱりというような、一応そういうものを目指してエディットした田上と、まあ、どんな時でも強い三沢っていうのが戦ったらどうなるかというところですね。まあ、どちらが勝っても四天王の一人は、2回戦に行くことができる。で、すでに、まあ、今回四天王全部ね当然ながら出てて、川田も勝って小橋も勝ってるんですよね。まあ、田上と三沢が初戦で当たるのはこれはしょうがないと、まあ運命のいたずらとでも言いましょうかね、しょうがないということで、ちょっと前まではね、年末タッグリーグぐらいまでは僕の中でですよ、私のオーナーの私の中でこの四天王がこうなんか、それぞれ勝ち上がってドラマがみたいなことを思ってたんですけども、年末タッグリーグでさっぱりやったんで、もうそんな考えはすっぱりなくなりましたね。もう別に四天王にこだわるのはやめたとみたいなね、もうどうでもいいから、まあ、それでも本当に実力があるんであれば四天王が勝ち上がっていくだろうと、まあ、前回はタッグだったからシングルだったら実力を発揮する、まあ、しかも前回の時はね、あの四天王プロレスの特有のこうなかなか決まらない時間切れ引き分けとの戦い、時間との戦いだったのが、今回トーナメントということもあるので時間無制限一本勝負ということになってますので、そういう意味で言うと、相性がいいのかもしれません。もちろんその勝ち負けだけじゃなく試合内容もどこまで見せてくれるかということで、さあ試合の方に集中していきましょう。さあ三沢がいずれダイビングネックブリーカードロップからカバーに行く。さあ早くも田植えを圧倒していくか、カウント 2.9 までいかない、カウント2ですからね。さあ田植えも乗せたら怖い男ですから、逆に言うと乗せなければ田植えは、軽く倒せるレスラーという認識がもしかすると三沢にはあるのかもしれません。しかし田植えが貫抜きスープレックスでまずは人たち、そこから首をひねっていく、三沢にとっては首が爆弾。さあおお田植えがいいですね、完全に三沢のペースを崩していく、己のペースに引き込もうというところですね。さあしっかりとカウント休憩を取ってからエルボー一発で倒していく三沢。さあエルボーの貴公子腕ひしぎで取っていく、
さあこの腕試技はどちらかというとギブアップを取るための技として藤沢に授けているというか持たせているのでほぼダメージはないはずなんですよね。あーしかし三沢がどうだジャーマン、いやーカウント 2.9。 さあこれは三沢の方が乗ってるのか。ただちょっと私今ですねちらっと思い出しましたのはあのローマン・レインズとのタイトルマッチの時三沢光晴は絶好調で攻めていたにもかかわらず、ベルトを失うという結果になりましたのでその景色がちょっとなんか今ちらっとダブったように見えた、決して田上明がローマン・レインズっぽく見えたというわけでは全くないわけですけども、三沢が攻めている時の方がちょっと不安になる感じがあるのは私だけでしょうか。守っている受けに回ってる三沢の方がなぜか強く見えてしまう。さあその私の嫌な思いは払拭されるのか。さあ田上がそう言われたら乗ってきたような気がしますが三沢はまた返していく。いやーちょっとなぜか腕しぎな、これはでももうロジック上の寝ている状態で瀕死状態と判断されてるんでしょうかね。さあエメラルドフロージョがズバリと突き刺さる。さあこれはカバーに行ってどうだ和田恭平カウント 2.9。 さあ準備は整ったというところか。こっから田植えが乗ってくるのか。ドロップキックいいですね。ヘビー級のドロップキックからバックを取ってコブラツイスト。これは豪快に拷問のように苦しめていきますがこれはまだミサはまだまだ耐えれるか。さあダイナミックボブが決まる。これはミサは大丈夫か。どうだ、いやーカウント 2.9。 さあこれはいやミサはもう負けてない。あーきつい方のタイガードライバー、うわーカウント 2.9。 田植えの首がもげたかと思いましたがまだなんとかつながってるようです。さあこれは一進一退の攻防。あーこれは俺が田植えが決まるってしまった。どうだ三沢、いやーカウント 2.9。 試合時間はまもなく15分。ちょっと三沢が押され始めた。しかしまだタイガードライバーがある。どうだ、さあ大技連発の時間なんとかかわしたけども、さあ今度は田植えが喉輪を狙っていく。バッチリ、どうだ、いやーカウント 2。 田植え火山爆発しているのか。どうなんだ DDT。さあ田植えが何か狙ってる。スタミナとの勝負、走って三沢がどうする。三沢がドロップキック見事に避けましたよ。これは田植えちょっと計算外。さあフェイスロック、どうだ、さあ三沢がこれで押し込んでいくか。いやー田植え続きの連打、こういうラフな技がちょっと怖い。決まりだすと、さあ田植えが走る。今度は決めるか。あーこれもかわしていく。今のは多分ランニングネックブリーカードロップを狙ったんでしょうけども、それを三沢がひらりひらりと闘牛士のようにかわしていく。さあ田植えまだそれでも攻撃の手を緩めない。三沢はいいですね、延髄切りを畑落としていくようにミドルキック。さあこれはバックを取りますが田植えはこれをかわしていく。いやー今のは横入り式のジャーマンで3カウントを狙える技でしたが、さあどうする三沢、今度はバックを取って、あー田植えまだ粘る。試合時間は18分経過。さあこうなるとどっちに転がってもおかしくないような、一発で言うと田植えも十分あり得ますからね。あとは出してない技としては秩父セメント、ああいう技が出たら怖いです。三沢がなんとか小技で繋いでるというところか。さあバックを取ってジャーマンスプレッツ高速、どうだ決まってもおかしくない。いやーカウント 2.9。 田植えもさすがかわす。さあリング中央に三沢が引き寄せる、何かを狙っている。これはタイガースープレックスホールド決まった。パンジキュースか、いやー田植えが粘る。俺もしてんのだ、そう簡単に負けるわけにはいかない。四天王の名に恥じぬように。さあ田植え明が、いやー三沢が冷静にいなしていく。グランドテクニック、さあレスリングのテクニック、ここで見せてくるか。20分経過、あー田植え
が喉は落とし、しっかりためを作ってリングジャマートが、これはどうだ、いやー三沢が返す。さあロープに振って、やーっとおー田植えが技をかーエメラルドフローガーン。さあ三沢が距離を取ってエルボー、ランニングエルボーからのカバー、どうだこれは、いやー素晴らしいいやこれ確かあれですよね、三沢が確かハンセンか誰かに最後決めたフィニッシュがあるんですよね、コーナーにもたれかかって、立ち上がってくる相手にランニングしてエルボーを叩き込んで、そのまま強引にネジ伏せてカバーして、スリーカウントと奪うっていう確かしがあるんですよね。なんか四天王のその、タイガードライバーだったりタイガースープレックスだったりとか、ボディープレスだったりとか、ああいう技ではないシンプルな技なんですけども、それでも説得力があったっていう印象がなんかあるんですよね。だから一応なんかミサをエディットした時にそのイメージがあってこの技にしてるんですけども、いやタウヨ頑張りましたよね。うん、勝ってもおかしくないような脅威の粘りも見せましたしね。いやー、ただ三沢の方が一枚上手だったというところでしょうかね。試合時間21分0秒ランニングエルボーバットからの背面式片指固めで三沢光晴が、田上明から3カウントを奪い、そして1回戦突破、試合評価 100%。 いやどうですか、どうですかってどうでしょうね。全部の試合をさすがに振り返るわけにちょっといかないですけども、ちょっと次回ぐらいちょっと振り返る動画作るかな。やっぱりいい試合が多いですね。すげえなーこれは。はい、というわけで、本日はもうこれで終わりなんですけどもね。いやー1回戦見事、勝ち上がったレスラーたちが2回戦、果たしてどんな試合を見せてくれるのかということで、そして、改めて今回の企画、コメントをいただきた、ご提案いただきました CC さん、C クルドフさん、重ね重ねありがとうございますということだけお伝えしておきましょうかね。さあということで、次回からは、次回はですね、ジャンボ鶴田スタンハンセン、いやこれどっちが勝ってもおかしくないもんな。で川田俊明対ビッグバンベイダー、なるほどな。ってことはハンセン対ベイダーもありうるということですよね。そしてこちらのブロックが、グレートムタ対小橋健太、うわーこれは小橋勝てるか大丈夫か。そして天竜源一郎対、三沢光晴、まあねどこをどう切り取っても、名勝負、もしかしたらあっさり終わるのかな、いや分からんけど、まあとりあえずご期待ください。というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。興奮冷めやらぬ中、現場よりお別れとさせていただきます。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。ではまた。